こんにちは。8月18日です。日本もそうかと思いますが、アメリカでも無駄な人材を置いておく余裕が企業になくなってきて、もうとことん働きすぎてバーンアウト、燃え尽きちゃうっていう人が多いように思います。職場ではワークスマーターノットハーダー、もっと一生懸命働くんじゃなくて賢く働こうっていうのを標語のようにしているんですが、もうね、いやそれにしても人手不足すぎてそんな余裕ないわっていうのが正直なところです。スローライフとかスローフードっていう言葉は全然新しいコンセプトではありませんよね。でもちょっと自分の周りを今よりもスローにしようと思って今回お話します。まずスローライフってなんだっけっていうところからなんですけれども、私は必要以上にバタバタしないで今目の前にあることに丁寧に取り組むことだと思っています。あと他人の物差しではなくて自分のプライオリティに従って生きることかなと理解しています。あとは自分の周りの自然を尊重したりとか、生活を簡素化したり、安いものをたくさん買うんじゃなくて質のいいものを少しだけ買ったり、食べ物を燃料として慌てて噛まないで食べるんじゃなくてゆっくり味わって食べるとか、まあこれは人によってどこに焦点を当てるのかちょっとずつ違ってくるかなと思います。ではスローワークはどうしたら実現できるんでしょう。もうね、私と私のチームにとってはめちゃめちゃ現実的な切実な疑問です。これ量ではなくて質にフォーカスですよね、多分。ただ入学願書を送ってくる学生の数は私たちが意図的に減らすわけにはいきません。でカリフォルニア州民の3倍授業料などを払ってくれるノンレジデント、これは留学生だけではなくて州外からのアメリカ人もそうなんですが、もう大学はそのノンレジデントの数を増やすことに必死です。なのでやっぱりワークスマーターノットハーダーっていうのを具体的にもっと考えなければならないのかなと思います。私がこの仕事についてからすぐに始めたことは、何でもイエスって言わないで他の部署ができることだったら他でやってもらうことでした。私の前任者は私よりもずっとナイスな人だったので、在任中の3年間いろいろと引き受けていて、まあ、私が着任した時に なんでこれうちの部署が抱えてるのっていう仕事がまあまあありました。まずはそれを全部切り離して他の部署に、まあ、言い方は悪いですけど押し付けてきました。でちなみに私の前任者もバーンアウトして3年持たずに転職して突如いなくなっています。私の焦点は私と私のチームがとにかく過労死せずにいかに生き残るかということです。で他の部署とか、まあ、他の人が私を嫌いになるかどうかっていうのはもうそんなことには関わっている余裕がないんですね。でアメリカではとことん働けっていうハッスルカルチャーがずっとありました。日本でもバブルの頃24時間働けますかみたいなのありましたよね。でも私の周りの人たちを見ている限りハッスルカルチャーはサステイナブルではないっていうのがよくわかります。10年以上前の同僚なのでもう話してもいいかなと思いますが、ものすごく責任感があって自分のチームの帳尻をもう本当に頑張って一人で合わせていた人がいました。何度か朝出勤してこなくて、で電話をかけても出ないようになって、彼女の上司がアパートまで見に行ったことがあります。その人は日中いきなりいなくなって、でね、探したら職場オフィスの外に当時噴水があったんですけど、噴水のそばでしゃがんで泣いていたりとか、その一方で夜9時10時までオフィスで働いていたり、まあ、働き方としてはめちゃくちゃでした。私はまだね、朝起きれないとか、あとは外に出て一人泣いたりすることはありませんが、でもあと一息で彼女のようにバーンアウトするだろうなっていうのが自分でも分かります。私はもともとあんまり眠らない方で、だいたい4時間長くて6時間の睡眠なんですが、これね、自分でももうちょっと寝た方が体に良さそうなのは分かるので、1日に12時間から16時間働くのをやめて勤めてもうちょっと寝たいと思います。よーく考えると
週に40時間働かないからといってクビにはならないですよね、多分。あと休憩も取ろうと思っています。これがね、なかなか難しくて、私は一度何かを始めたらトイレ以外はずっと続けてしまう傾向があります。必ずしも仕事だけではなくて、楽しいこととか遊びでもなぜかもうとことん長時間取り組んでしまうんですが、でもこれもきっとダメなんでしょう。で、取りかかる量は多いけれど質はそんなに高くないよなって自分でも思うことがあります。一説では1日4時間だけ根を詰めて重要な仕事をして、残りは単調な仕事を片付けるのが効率的とも言われているようです。で、実際に科学者たちが実験をして、自分たちで実験をして、週に10時間から20時間働くと研究の結果を最も効率的に出すことができて、逆に週に25時間以上だと能率が落ち、週に35時間以上研究するとガタ落ちするっていう報告もあります。これ言うのは簡単ですが、ハッスルカルチャーどっぷりで育ったり生きてきたりしているとかなり意識を変えないと実践できないですよね。私は今後は意識して午前と午後15分、お昼休みは机でスナック食べるんじゃなくて、仕事しながらもう30分は確保してちゃんとした人間の食べ物を食べようと思います。チームのメンバーには散々休憩してね、お昼食べてねって口を酸っぱく言ってきて、自分のことが一番ダメですよね。で、休暇中とあとお昼ご飯食べているときは仕事のメールも閉じようと思います。じゃないとピコンピコン言って必ず見ちゃうんですよね。で、少しずつ少しずつ変えていって、まあこの私のモヤモヤとした体調不良も良くなるといいなと思います。で、スローワークのために決めたことが今回7つあるので、そちらをね、自分に言い聞かせるためにお話ししたいと思います。1、自分にとっての成功に焦点を当てる。これもともと人の評価とか人事評価とかほとんど気にしないんですが、これからは もっとさらに意識して、本当に自分にとっての成功を意味することだけに集中したいと思います。2、最初のと関係ありますが、自分のプライオリティをはっきりと決める。これね、自分だったらまだできるっていう無理よりも元気になることの方が今の私には重要です。他の人をカバーしてたくさんの仕事をして結果内容が薄いんだったらもう助けるのもやめようと思います。もともとノーをはっきり言う私は、上司とのミーティングでさえ時間の無駄だと思ってキャンセルしたりするんですけれども、その姿勢は続けていきます。今後は上司たちにとってのプライオリティさえも質問してしまうかもしれないです。3、マルタイタスキング。これいくつものことを同時進行させるっていうのをやめる。これは実はもともと私いずれにしても苦手なんですよね。なのでできるだけ一つずつ片付けていくようにしているんですが、周りにマルタイタスキングが上手な才能のある女性ばっかりがいて、そちらに引っ張られて、で、自分は得意じゃないマルタイタスキングをして私だけ余分にクタクタっていうことが結構あります。4、仕事の合間に考える時間を作る。これアウトルックのカレンダーで毎日どこか時間を自分用にブロックしていこうと思います。で、10分でもいいので誰にもエンゲージしない時間をひねり出そうと予定しています。これね、もう普段マイクロソフトティームズとかメールでいつでも捕まえることができますよっていう仕事の仕方はもうやめです。5、本当に必要な仕事だけをする。無駄な仕事はオートメーションして切っていきます。学生からの質問もチケット制にする。基本的な質問だったら人間じゃなくて自動で答えるオンラインのシステムを構築する。学生がアプリケーションに入力する GPA の一定のラインで自動的に不合格、あとは、条件付き合格にしてどんどん出していって、従来の全員から成績表を集めて願書を出してきた学生全員分の GPA を手計算で出すっていう親切なサービスはもうやめます。6、バウンダリーをはっきりと決める。これまでも自分の携帯を意地でも仕事で使わないようにしてきたんですね。
そういうことで一定のバウンダリーは周囲に示してはきましたが、もうちょっとはっきりと働く時間と働かない時間を決めます。冷たいけど。7、最後、これも何度もお話ししていますが、無報酬の残業を何百時間もしているのに年末に失効してしまう有給休暇があります。これらは失効する前に意地でも取ります。私の勤めるところには全ての病欠と有給を使い果たして他の人の寄付を募らなければならなくなってしまうような人も結構いるんですね。で、まあ、私は自分が大病をしなくてラッキーっていう考え方もできますが、有給はもっと使おうと思います。辞めるときに有給はお金でもらえることになってはいますが、これね、しっかり課税されるんですよね。以上7つですが、これからも思いついたら自分のリストに追加していきます。とにかく医者にこのままの調子で働いたらもう職場で死ぬぞって言われたので、なるほどと思って納得してしまいました。だから生活を変えていきます。というわけで、まあたらたらと雑談になってしまいましたが、今日はこの辺でおしまいにします。お気づきかと思いますが、最近1分未満のショートをたくさん出しています。これね、ショート広告つかないんですけれども、言いたいことを思いついた時にどんどん出せるので便利だなと思っています。というわけで Stay safe, stay healthy。 この後ろの背景はですね、下の子が作った、これあれですよね、キャンディードアップルのイヤリングです。ではまた。